本当にあのダメだすいません、もう3時3年前なんですよ。ひゃーひゃーって叫ばれてね、この野郎ぶっ殺すぞてね。これ加減ぐらいしてんじゃないですかね。これね、宙浮いてるんですよ。これ当たったらですよ。金属から流行るぞ。53歳過ぎても打てるんだ。はい、今週のキヨちゃんスポーツは、はい、in 名古屋、それもドジェさんの出ました。あのキヨさんのあのクラブ、あの割り側の、はい、すごいいいクラブ作ると思うんですね。in 名古屋、はい、これ、はい、今日これどうして名古屋に来たか教えてください。ヒント与えましょう。はい、ヒント開いた。痛いっけ。ヒップアタック。そうです、今日のスペシャルゲストはですね、あの33年前に、はい、僕は九州の方に大事件を起こしました。起こしましたね。はい、その時 の、はい、あの大先輩の平山さんに、あ、今日はあの、ね、こういう時期なんですけど、はい、ちゃんと目前にして、はい、見てくださいって言ったんですか。はい、そしたら2つの返事で OK していただいて。マジですか。はい、そうですね。今日これ何でしょう、これ清さん、この謝罪スペシャルですか、それともデッドボール対談ですか、どっちですかね。謝罪です。謝罪です、ね、あ、実はね、2、3年前に沖縄で野球教室があったんですけど。なるほど。その時にあのお挨拶、直接お伝えさせてもそれ以来。そうですね、まあ、でも、これ、あのデッドボールについたりついて詳しく話したりするのは今回です。あ、じゃあ正式謝罪は今回は。だから、すっごい、もう新幹線から気持ちよかったです。いつ大きいのよ。中に入ったら分かりました。あれ、じゃあ、キヨさん、平山さん来てもらいました。いや、なんかゴルフの、あの平山さんゴルフ大好きらしいんで、なんか練習があったらいらっしゃるっていうことなんで。ダメですよ、俺らのオープニングみたいにやっちゃ。そんな振りしなくていいですから。はい、今日はですね、あの in 名古屋ということで、この写真にあるように約33年前に僕は大失態を犯した、平沼さんにですね、ちょっと緊張してます。いや、ちょっといいから。もう平沼さん待たせたら申し訳ないので、早く。そうですね、はい、じゃあ平沼さんよろしくお願いします。どうぞ。じゃあ、よろしくお願いします。おい、拍手。お願いします。一人しかいない。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。はい、もう感慨深いですよ。まあ、40代、50代。もうたまんないです。野球ファンからしたら。たまんないです。はい。はい、具体的に、そのデッドボールについて話すのは今回初めてなんで、ちょっと僕は本当にさっき言ったように、落ちてます。ちょっと元気ないですよ。いや。今は元気ないかもしれないですけどね、まあ、あの頃はもう2人ともね、引き裂かんっていうか、もう、なんていうんですかね、もう戦いだったんですよね。だからいいバッターだったんで、まあ、僕は打たれたらいかんっていうのがあったんで、まあ、ここで、はい、あの平沼さんをちょっと紹介させていただきます。はい、1965年、生まれ、千葉商大附属高校では3年春に選抜出場。82年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。貴重な中継ぎとして活躍。86年、あの世紀のトレードですね、落合さんとの。
1対4で、ロッテに移籍、95年オフに3対3のトレード、今度は中日に10年ぶりに復帰されました、98年にテストの末西武に加入し、同年限りで、ライオンズで現役を引退されました。です引退後も中日の打撃投手や用具係として球界に貢献、現役通算、342試合18勝22敗5セーブ、まあそういう、まあ、あの記録より記憶に残る投手あ、いや球界ではもう名の知れた、ね、すみません、あのヒットマン、ありがとうございます。ジャイアンツと中日の試合見てたんですね。ジャイアンツは勝ってたんですよ。その時平野さんが出てきて、いきなり吉村さんがここにボコーンって当てたんですよ。すごいピッチャーだなと思って、その時吉村さんが本当にすごい成績残してる時で、まあ、あの時、まあ、星野さんの、まあ、知り合いだと思うんですけども、なかなか一発で仕留められる人っていうのは、あの時ね、あの時は確か星野さんじゃなくて山内さん監督だったのかな。あ、そうですか。で、ピッチングコーチが高橋義正さんっていう方だったんですよね。まあ、ジャイアンツの投手コーチもやられたことあるんですけど、まあ、あの時はね、本当に吉村さんには本当申し訳ないことをしてしまいましたね。僕、多分2年目かなんかで、吉村さんが3年目で、もう3番かなんか打たれてたんですよね。あの時はもう吉村さんだったらね、若手でもすごい、まあ今後ジャイアンツを背負っていくバッターだったんですけど、まあたまたま僕が出ていって、まあ、インサイドを投げられたら打たれるなっていう、昔はまあ球場が狭かったんで、まあ、なんとかインサイドを投げてこう勝負していこうっていうところに一気に当たってしまったっていう感じです。ちょっと厳しかった。あれは目立ったわけじゃない。目立ってましたね。完全に目立ってましたよね。いや、これ吉村さんが見たら怒られちゃうかもしれないですけど、まあやっぱり当たったらしょうがないかなっていう感じで思いっきり言ってました。本当吉村さんには本当申し訳ないです。今は謝ってくるんですけど、やっぱり勝負なんで、そこで甘いとこ行ってカコーンなんてホームラン打たれたら一番格好悪いし、まあ、自分もね、その辺ちょっと問われてしまうので、あと点差の時にちょっと開いてた、ね、開いてましたね。あれじゃあちょっとね、はい、いや明らかにこの辺でした。この辺かした感じだったらもらえちゃうけど、本当吉村さんには今コーチやられてるんでね、また今度巨人戦の時に会った時に何言われるか分かんないんで、まあ、本当に申し訳ないなと思って思いましたね。すごいですね。まあそこで吉野さんに振っときながらの、まあ、僕は起こした事件ですね。前の打席、平沼さんが僕は満塁ホームランを打ってるんです。はい、知ってます。それでもう大差が先ほど言ったようについてたんですよ。あのホームランすごかった。でもあのホームランが僕、あの平沼さんと対戦してですね、あの日まで、僕は外野にもボール飛んでなかったんですよ。初ヒットが初ホームランなんですよ。それで、まあ、初ホームランで、まあ、調子こいてしまったんでしょうね、多分。でもあれ違うんだよ、キヨちゃん。これ、中でこの喋っちゃっていいですか？いいです、いいです。あれ、キヨちゃんが、ちょうどあの試合の全然前に、結構当てられてたんです。当てられてたっていうか、当たりに行ったのか分かんないですよね。でやばいな、怪我すんぞってみんなは言ってたんですよ。そしたらその次の日の新聞に、次当てたら誰でも言ったるっていうふうに覚えてたね。あ、そうですか。そう、次当てられたピッチャー誰でも行くって、それ書いてあったんですよ。そしたらたまたま僕なんですよ。あれ確かカーブかなんかですよね。もうカーブあんま打たれたことないですよ、ホームラン。それが満塁で、もう京ちゃんを恐るに、もうカーブで三塁ゴロがなんかこう、もう本当三振取るか、もうカーブでボトボトのゴロで、なんとかホームアウト、そういうような感覚で、まあそれがゲッツーかなんかで仕留めないかんなっていう、もうサインがカーブのサインだったんですよ。あ、これ絶対カーブだと。もう、グッて止まったんですからね。そこですから、場外ホームランだよね。あれはもう、こう、ちょっとこう、コンクリートスタンドがあって、あと昔、芝生席だったから。そうですね。はい。で、そこの上にこう、こうなんか通路みたいなのがあるんですよね。こうコンクリートみたいな。そこのを越えていったんですよ。どこまで飛ぶかなと思ったんですね。最初も打球見えなくて。へー。で、その前に、まあさっき話したように、誰でも行くってなったんです。
これが87年ですから2年目です。20歳の小僧です。すいません、これ本当に今100年の野球の歴史の中で僕だけなんですよ、あんなことしたの。オープン戦でも合宿中日の外国人選手がバット投げましたけど、あの公式戦では僕だけなんですよ、ピッチャーにバット投げて。それでまたこんなことして、それでそのうわーってなるじゃないですか。あの時何が一番怖かったって、あのパッと振り向いた瞬間ロッテベンチだったんですよ、全員こっち走ってきますよね。そこに突っ込んでいくバカいますかね。いないですね。二十歳ですよ、さあ逃げろとか、逃げ回るのもかっこ悪いじゃないですか、早く誰か捕まえてくれと思ったら、その当時腕相撲ナンバーのディアスですかね、ナンバーのね、はい、アームレスリングのメジャーではチャンピオン、はいはい、そして腕が巻きついてですね、ちょっとホッとした、後ろからこう言ってましたよね。そうでも引きずられてたけどね、キョウちゃんにちょっと確かに後ろから行った時止まったのは止まったけど、はい、すごかったですね。まあだからなんですかね、平間さんとはすごい勝負もしてるんですよ。35打数のうち14打席はホームランか三振で決着ついてるんですよ。平沼さんってタイプ的にそういう三振取るタイプじゃないですもんね。そうですよ、打ち取るっていう、こうシュートスライダー、こうそれでもこうそういう男同士の勝負できたんじゃないかなっていう、はい、やっぱり下手に、まあ昔はインサイドを投げたら若い選手とかあんまり文句言ったり顔に出したりあんましないですよ。そうですよね、はい、先輩後輩そう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 、どこのチームでもね。で僕らはまあ一応僕らのチームとしてロッテがよ、まあロッテなんかって言ったら今申し訳ないですけど、ロッテのチームはあの当時すごい弱いチームで、とにかく西武に3連戦あったら1勝したらえっていう感じなんですよ。もう3連敗が当たり前だったような感じなんです。でその時にやっぱりあの時秋山さんがいて、キヨちゃんがいて、デストラーデがいて、まあそうそうたる1番からそうそう市毛さんもいて、そうそうたるメンバーですよね。であの当時でキヨちゃんはどっちかというとインサイドだけど、先輩だろう後輩だろうがよし来いよみたいな二十歳ぐらいの時はそんな感じだったんで、あ大したもんだなっつってみんな言ってたんですけど、まさか自分がなっていうのがあったんですけどね。でもやっぱそれでもやっぱり僕らも逃げるのが恥ずかしいんで、みんなキヨちゃんがバッターボックスだったらインサイドされたら全部こっちですもん。あ、だいたいインサイドのサイン出てフッてきて、もうインサイド多分キヨちゃん分かってると思うんですよ彼は。だからそこをこう踏み込んでいくっていうのはやっぱすごいと思うんですよね、うん、で何も今の野球と違って、ね、フットガードはない、レガースはない、それでもう踏み込んでいくから、だからみんなインサイドサイン出ても打った瞬間にやっぱちょっとこうなっちゃうんですよね。だからみんなこう引っ掛けてパスボールして、あワイルドピッチして次の塁が出るとか多分多かったと思うんです。当てのサインは普通ですから。なるほど。でベンチからインサイドインサイド行くぞっていうのこれ普通なんですよ。今じゃ考えられないですよね。それはバッター打てないですよ。たまにバッターボックス外してベンチに誰だ今言ったのっていう先輩方が言う人がいっぱいいました。それが普通の野球だったんです。もう言ったら喧嘩ですね。いや喧嘩ですよ。喋ることができないです。そうですね。相手のチームと喋ることができない。僕この後ね恐怖体験をしてるわけです。え？試合を。自分たち寮生活したんで、はい、寮生は、はい、この球場の回り道を歩いて、はい、寮に帰るんですよ、はい、そして運の悪いことに、はい、そこ渋滞するんですよ、大渋滞で、平山さんたちはあの車で来られてるんで、その当時の RX7 ですか、RX7 車庫タンバリバリの平山さん、ね、もうバラ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 って言ってるやつですよ。それでバーって言ってるかパッて見たら、その、ま、エンジンのマフラー音よりでかい声でキャーキャーって叫ばれて、フッて平沼さんやったのさ、てめえこの野郎とかって、てめえこの野郎ぶっ殺すぞてめえ、思わず聞こえないふりしましたから、こうやって。いや それはちょっと僕覚えてないですけど、じゃあ試合後にひろちゃんがいて、もう僕も腹立ってて、そしたらちょうどキョウちゃんがユニフォームで歩いて帰ってたのかな、寮、何なんすか通るのかな、
あそこ通って帰るんですよ。これ、ね、はい、この整備って分かったんですよ、はい、1年いたの、そっか。でもあのマフラーの大きな声ですよ。もう散々反省してですよ、球団の人に。反省してたんですか。いや、球団の人に呼びつけられて、もう説教食らって、キャーとか言って、てめえぶっ殺すんだよ。球団の、それは言ったんですか。いや、言ったと思います。言ったけど、多分キヨちゃん聞こえてないだろうなと。いや、自分って分かってんのかなって。結構距離があったんですよ。で、ちょうど渋滞してたんで、もう待ってたんですよ、最初。先輩が佐藤さんっていう人がいたんですけど、いいか乗れよって言われたんですよ。つって、後ろからクラクションは流されるし、ユニフォームだと、僕ユニフォームですよ。ユニフォームでホテル帰るんですよ、あの当時。で、ホテルで着替えるんですけど。いや、キヨちゃん1個忘れてるのはですよ、バット投げたんですよ、キヨちゃん。それ言ってないんですよ。あ、このラウンドの時切れて、バッと上げてきたら、えっと思ったんですよ。え、マジと思った。そしたら、その観客が満員だったんで、そのバットが見えないんですよ。そしたら、おっとガチャンってワンバンそこに戻ったんですよ。それはどちらの膝にあったの。いや、右膝です。右膝、今のちょっと歩けないですよ。正直なんですけど。いや、で当たって、はあ、反射的になんかもう野球してること忘れるんですよ。なるほど、そうです。当たったら投げてしまうみたいな。でそれでもう当たった瞬間にこらと思って、もう向かってた、もう木を走ってきたんです。キヨちゃん、うわやべっと思って、ふっとジャンプして、あっと思った、知らないのに。でこれです、ね、これ一回転ぐらいしてんじゃないですかね。これね、宙浮いてるんですよ。これ当たったら、ね、これ足がこの辺ぐらい浮いてますね。いや、これ今浮いてるんですよ、もっと浮いてるんですよ。でその写真僕ね持ってるんですけどね、どこ行っちゃったかわかんないんです。それで回転してるんですよ、自分。そのまま。ああ、そうでしたね。こういうめちゃくちゃ自分でなんかこう空白時間があったんですよ。空中に見てる空白時間で、ドーンってなって、あって見たらもうキヨちゃんいなかったんで。もう逃げ回ってました、僕。その逃げ回ってましたよ。でもあの時は本当にあったんですね。次の日も、はい、まああの時有藤道夫さんが監督だったんですよ。手前に投げれるかっつって言われて、いや投げれます、抹消するかって言うんで、いやいや全然大丈夫です。もうそれは抹消もされず、その前ね、あんだけ点取られてるのに、まだそんな防御率が、あれ取られてもあんまりそんな、まあなんとか取り返しつく防御率だったんで、二軍に落ちる方が嫌だったんですよね。でもそのままずっと1年残れたんです、その年。まあ良かったなと思ってます。まあ翌日ですね、あの選手会長だった辻さんに連れられて、ロッテのロッカールームに謝りに行こうと、はい、行ったんですけど、あんな恐怖体験したのは、そっからも何かあるんですか。僕はもう地面しか見えないですね、こう下向いて、はい、ほんならあちこちからこう、はい、ふざけんなとかこう罵声が飛んでくるわけですよ。逃げれだもんね。いや怖かったっすよ、もう全員からこう襲われてどうしようとか。ビンチかかったら。そういう時代ですから、僕もう下向いてて、廊下もう地面しか見てないんで、うん、誰に目でも合わそうもんなら、もうずっと一点秒ですよ。こうもうロッカールームでこうやってもこういう感じです。すいませんでした、すいませんでした。いや僕はもう謝り、その時にもうキヨちゃんいいよって言った、覚えてるか分かんないですけど、キヨちゃんキヨいいよいいよもういいか言ってもらえよって今言った覚えはあるんですね。あのやっぱり僕らもまだ年下だったんで、結構まだ5年目ですかね、5年目か6年目なんで、まだまだ5、6年って言ったらペーペーですよ、うん、あの僕より上側の人がほとんどだったんで、2年目でね、やっぱり2年目っすよ。でもその外まで来たのは平山さん見てます、見てます、見てます。でも僕にはあんま謝ってなかったです。誰に謝ってたの。いや、なんかどう下向いてたら、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでしたって、こんな感じです。こんななって、こんなんじゃなかったです。いやいや、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。もういい。いや、その後また事件があったんです。はぁ、次川崎球場でロッテ戦があったんです、はい、このカード終わったんです、はい、先発ピッチャーね、イラブ投手第一戦、1打席目から3球連続頭に来たのあ、そ
全然俺知らなかった。僕ね、あのイラブ投手の球ですよ、153キロとか4キロ平気で出す球ですよ。出しますね。もうイラブ投手は完全に僕の頭見てるんですもん。僕も打つところじゃないですもん。逃げるのにこう必死で、はい。いや本当にあのすみません、もう今回もこういうね、僕の YouTube のオファー、受けてくれていただいて、ね、自分でも本当になんていうんですかね、なんであんなことしたのかなっていうぐらい。いやもう全然もう十分ですもん、本当にね、こうやって呼んでいただいて、まあ、昔の話はね、いい思い出です、本当に。僕はね、あとすごい嬉しかったのは、これ人からの伝えで、まあ、言われたんですけど、はいはい、あの僕はインサイドを投げてるんですけど、ちょっとやっぱり前よりもこうつくのが少なくなったらしいんですよ。その時に清ちゃんの時もインサイドが少なくなった時に、どんどん来てくださいよって言われたんです、僕。あ、えって言われて、まあ、それからね、またねこう行けるっていうか、行くシュートがまたこううまく切れるようになってきたかなっていう。それは明らかに自分が体験してて分かったんですよね。平山さんが気を使ってインコース投げてきてくれ、ね、このカウントだと絶対ここへえぐってくるはずなのに、それで僕はヒット打っても何も嬉しくないじゃないですか。やっぱりこうバッターとピッチャーの攻め合いがあって、僕年下で偉そうなんですけど、もう勝ててほしいぐらいの突っ込んでくださいみたいな。でもその後でも、僕今覚えてるんですけど、川崎球場で、ナイターで、キヨちゃんバッターボックスで、インサイドばっかサインですよ、キャッチャーが。で、このインサイド3球目って、最後の最後に切れそうな顔しとったんですよ。1球目、ストライクでインクだったら、んってような顔して、で、次2球目来たら、ボール、インサイド。で、3球目またインサイド。ドーンその時ちょっと膝ぐらいのところにプッてなったんですよ。そしたらさすがに下向きながら、こう下向きながら、見たったんですよ、これ切れたら怒ってるわと思って、そしたら次はスライダー、僕ら次のシュートなんかでドン詰まったんですよ。ドン詰まって珍しくサードの前のボール、あれ僕嬉しかったんですけど、逆にキヨちゃんピューって、普通だったらキヨちゃんって普通こうファーストベース駆け抜けたらこうベンチの前通って後ろ行くじゃないですか、はい、こっちなのにこうやって行くんですよ、なんかそしてピッチャーの方の絶対まあ、昔からそうだと思うんですけど、うって何か言うかなと思ったら何も言わないで、ずーっと俺の前に、いつ来るかいつ来るかって構えてったんですよ。そんなような時もあったんですよ。あの、やじられるの嫌やったんですよ。あ、やじられるの怖かったんですよ。もうあの時、もうね、あの時はもう、バリバリのスターだったんで。今用具の仕事してるんですけど、はい、オールスター選ばれてるじゃないですか、はいはい、でそれで自分はもう会ってるっすよ。でそれちょこちょこ喋ってるっすよ。あ、でも謝罪は一切なかった。謝罪は全くない。なんで謝罪してるんですか。普通に喋ってくれてる。あ、どういう感じだったんですか。いや、普通に今日ちゃん元気みたいな感じで言ったら、あれ、皆さん元気ですかみたいな、こうですよね、あですよね、ちょこちょこっと喋って終わりですけど。あ、だから一回テレビの取材でその依頼が来て、VTR、その時、はい、VTR でキヨちゃんから謝罪を受けて、で自分も出て、まあ、あの会場には行ってないですもんね。ただ VTR で、まあ、VTR で、はい。もうそれまでそのこの乱闘に関する取材は一切受けてもらえなかったんですよ。受けてもらえなかった。いや、あの平山さんが拒否してた。それはなんでですか。いや、別にそれは受けないってキヨちゃんがどうのこうのじゃないですよ。別にあれはあれで普通のことなんで、野球でやっぱり野球人としては、その僕も反対の立場で、キヨちゃんの立場だったら、下手すら僕もあんだけ当てられたら、他のピッチャーでも、自分だけじゃないわけですよ、はい、他のチームからも相当やっぱ当たってるんですよね。だからそこまでインサイド疲れてるのに、それはね、まあ、怒るわと。いや、怒るだろうな。だから、怪我したら終わりじゃないですか。だからやっぱバットぐらい投げるっていうのも、そこまで今までそこまでされた打者が何人いるのっていうのもあるんで、まあ、それが野球格闘技ですよね、野球もある意味、ね、はい、
現役時代そういう感じで、あのやっぱ現役時代って振り返ることないじゃないですか、うん、でもやっぱり焼き網てからあーっとこういろんなこと振り返るじゃないですか、反省したり後悔したり、まあそういう中でそのね、絶対に出て、僕振り返った時に絶対このシーンが出てくるわけです。僕そんなんしかない、そんなんしか失礼ですけど、これはやっぱりこれから野球界に出てこないですよ。あの時僕は二十歳でとんがってたじゃないですか、はい、だから先輩に対してはっていうのはやっぱり自分のチームの対あの縦社会っていうのは絶対服従ですけど、相手チームの先輩に対しては関係ないぞみたいな感じで世話になってないんで、飯も食わしてもらってないんで。確かに確かに、はい、なんかそういう気持ち強かったんです。やっぱそうじゃないとやっぱ負けてしまうんで、はい、これ平沼さんから沖縄からの時は電話されたんですか。いや、宮さんだよ。そうです、宮さん。ゾリアのきっかけで僕がちょ飯ちゃんだったら飯一緒と飯行こうよっていう感じで、はい、ったら OK、 キョウちゃんも OK になって、全然だって本当にいい一日だったんですね。覚えの残る今後思い出残り一日だったんですね。いや本当にね、してんの本当にすいませんすいませんしか言うな。いや、こちゃんはもう33年前の話なんだ。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。またこれからよろしくお願いします。いや、これからよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。こんな綺麗に似合わない。お花じゃないですか。いや、これあの枯れないやつあるじゃないですか。枯れない、ああ、花が枯れないやつ。すごい。あ、はい。あれは家に飾って。ちょっとこれ見ながら焼酎でも飲んでください。はい。いや本当にキャンプに持ってきますこれ。部屋に置いてみます。置いてみます。選手たち、どうせこの中でどこも行けないんで。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれで、はい。はい。続から流行るぞ。53歳過ぎても打てるんだ。